はい、こんにちは、夏林です。今回はですね、こちらのアバウトヴィンテージさんの腕時計の紹介をしていきたいと思います。こちらのモデルは1982っていうモデルです。時計の文字盤の外側の方にね、ダイヤル式のこのベゼルの部分があって、これに24の数字がこう振り分けられています。時計詳しい方ならね、よくわかると思うんですけども、 GMT タイプと呼ばれるモデルですね。簡単に説明すると、24時間時計で、本来だと日本とニューヨークとかね、2つの都市のこう時間をこう同時に知ることができるという、そういう機能があるんですけども、僕自身も日本を飛び出ることあんまりないので、実際にはこれをあの24時間時計のね、表示として使うのがスマートなのかなと思います。基本的なスペックなんですけれども、本体の方がステンレススチール出てきています。で、大きさが41ミリあって、で、厚さがね12ミリあります。割とね、こう大きなタイプに入るのかなとは思いますけれども、以前紹介させてもらったこちらのアバウトヴィンテージさんね、これも文字盤が41ミリなんですけど、こっちとこっち同じ大きさなんだけれども、外側のベゼルがある分、こっちの方がちょっと一回り小さくなっているので、腕にした時もそんなに大きさを感じない。こうやってはめてみてもね、そんなにこう大きさを感じさせないっていうところで、こうスマートに使える印象があります。ガラスはね、サファイアクリスタルのガラスで、しかもこれ反射コーティングがされてるみたいなので、割と強い光が入ってもね、結構文字盤が見やすくて、光ってて何時だってわからないことはないです。あと、この針がね、蓄光タイプですので、暗いところでもね、時間がわかるっていうタイプになってて便利だと思います。で、こちらのモデルだと標準でね、この5ピースタイプのこのメタルのストラップがついてきます。長さ調節がここのね、金具のところで4つの穴があって、これでね、長さ調節できます。まあ、実際僕ね、それでもちょっと長さが合わなくて、町の時計屋さんに行って長さ詰めてもらったりしたんですけれども、まあそういう最初はね、もし合わない場合は手間がかかるところはあるかもしれませんが、まあ一回にね、合わせてしまえば、あとは普通に使えるので、そこもご安心ください。で、アバウトヴィンテージさんね、時計を一つ選ぶと、もう一本追加でね、ストラップが選べるんですけれども、今回僕ね、メタルと正反対の、このシリコンタイプのやつも選んでみました。どうしてもこのね、メタルの感じがちょっと苦手だなっていう方は、こういうシリコンタイプのものも選べますし、あと革のタイプもね、選べますので、そこはあの自由に選んでほしいなと思いますけれども、やっぱりね、この本体にするにはこの、メタルのストラップが一番なんじゃないかなとは思いますので、メタルの質感がすごく高いのと、このデザインですね、なかなか説得力のあるデザインだと思います。アバウトヴィンテージさんの腕時計全体的にね、やっぱり高級感を感じるなっていうのがすごく魅力的なところだと思います。そこまで高いモデルでもないんですけれども、木箱の素敵さもあるし、本体のね、デザインセンス、このメタルの質感っていうのが、なんか価格以上の高級さを感じるっていうところがね、すごくいいところだと思います。やっぱデザインもね、シンプルでありながら芯の強さを感じるので、つけてると自分のこう気持ちを高めてくれるような、まあおしゃれなので、なんかそのままね、カフェに行きたくなるような、そういうデザインがね、すごくいいところだと思います。あとベルトもね、無料で1本ついてくるので、こう気分によって変えることもできますし、裏の方に文字を無料で入れることもできるので、ぜひ素敵な1本を選んでほしいなと思います。こちらのね、アバウトヴィンテージさんの腕時計1982のモデル、気になる方はね、この概要欄の方にリンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。あとね、この腕時計、お安く買えるクーポンコードもね、ありますので、ぜひ活用してほしいなと思います。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。夏林でした。バイバイ。